自分を好きになる。ある方がこのような質問をなさいました。聖観さんは守護霊と対話ができるそうですが、どうすれば守護霊と対話できるようになるのでしょうか。私の答え。質問をします。すると答えが返ってきます。それは数時間後の時もあるし、数日後の時もあるし、数年後の時もあります。その方は腑に落ちないという感じでポカンとしていたので、次のように付け加えました。もっとも、その前提条件として、自分を好きになること。自分を好きになることで、まず守護霊と交信するための装置の電源が入るということです。次に、誰かを好きになること。好きな人が一人ならばアンテナが一本。好きな人が二人ならばアンテナが二本。好きな人の数だけアンテナができていき、その数に比例して守護霊とコミュニケーションしやすくなります。結局、自己嫌悪を感じているうちは自分を好きになれません。ですから、自己嫌悪を減らしていくことで、自分を好きになる生き方を選択していくこと。自己嫌悪ばかりの人というのは、自分のために働いてくれている守護霊や神様への感謝が少ないのです。そうするべきだという話ではありませんが、そうした日々の訓練によって、楽しい人生が展開していくようです。私の許容範囲を広げる。心の狭い人と心の広い人の話をします。人間の寛容度が平均的に90度だとすると、この90度の範囲内にいる人は許せます。しかし、自分の寛容度の外にいる人は許せません。そうしたとき、家族だったり、部下だったり、友人だったりを自分の許せる範囲の中に連れてこようとするわけです。自分の価値観、考え方と合わない人を自分の許容範囲内に連れてこようとするのですが、なかなか連れてくることはできません。そういうときに苛立ったり、ストレスが溜まったり、怒ったりする。こちら側に入ってくれないから怒っているのです。もう一つのやり方として、自分が広がってしまえばいいというものがあります。若いうちから早い段階から広げてしまえば、その後が楽になれるのです。自分とは価値観が合わないと言って、自分の心の狭さを振り回して人を糾弾しているよりは、その人のところまで自分が広がってしまった方が、後々自分が楽になる。その人のおかげで広がることができたのだから、ありがとう、感謝、ということになります。一般的に多くの人が許せないようなことも、私は許せるという状態になれたら、これは自分だけの努力ではなくて、そういう人が自分の目の前に現れてくれたおかげ。そういう人がいても気にならなくなるように訓練させてもらい、損得感情として自分が楽になれたのだから本当に感謝。すべて自分の寛容度を広げてくれるための存在だった。ですから損得感情でこの人を憎んで恨んでいるよりは、ありがたい、おかげさまと思おうということになる。さらにはその人に、私の寛容度を広げるために参加してくださってありがとうと言えるようになったら、どんな人をも恨まないで済みます。自分の心が狭くて自分の正しさを振り回しながら、あの人が許せない、これが思い通りにならないと言っていることが、自分の人生をものすごく重苦しいものにしているのかもしれません。人格者にならなければならないというのではなく、宇宙の構造を考えたとき、心の広い人になってしまった方が人生が楽になります。第8章、悩みがなくなる方法。
99% の人、1% の人。これまでのあらゆる教育システムは、夢や希望を持ちなさいと教えてきました。世の中は 99% の人と 1% の人に分けられます。100% の人が学校教育や社会に出て働く中で、戦うこと、抜きんでること、人と争うこと、比べることを教わります。教育と名のつくものは 100% これをやってきました。しかし、世の中の人は 100% そういう方向で生きていくはずなのに、1% ほどその教えから外れる人が存在しています。99% の人が歩んでいる路線とは違う価値観で生きていく人がいる。その 1% の人たちとは、大病をした、大事故にあった、災難、トラブルに巻き込まれた、寝たきりの親の介護をずっと何年もしてきた、ということを体験した人。その中で初めて何事もない当たり前の日々が淡々と過ぎていくことがどれほど幸せかということに気づいた人々です。そういった辛い思いをしたことによって、普通に生活できることがどれほど幸せかを感じることができます。例えば、捻挫をして1週間歩きにくくなったことによって、治ってから普通に歩けるようになったことがものすごく幸せに感じられます。このように、病気や事故や災難ということを通して、幸せの本質に体験的に気がついてしまう人が 1% います。その人たちは何かを手に入れなくても幸せを感じられるようになったので、ものすごく幸せでラッキーな人と言ってよいでしょう。では、その幸せを感じられる理由となった病気や事故や災難やトラブルは不幸なことだったのでしょうか。その答えは、それは不幸などではなくて、幸せの前半分だったということです。大病をしたことと、そこから回復して幸せを感じられることは、ワンセットになっていた。それで、戦うこと、抜きんでること、人と争うこと、比べることが自分の人生の中になく、ただ普通に歩けること、普通に食べられること、普通に話ができること、すべてがありがたくてありがたくて手を合わせることができる。そういう人が 1% 生まれるのです。この人たちは持っていないものをあげ連ねて、それを手に入れることが幸せだと教えられたにもかかわらず、ある時180度方向転換をして、今のままで十分幸せだよね。必要なものは全部いただいている、ということに気づいてしまった。自分も目の前の相手も、今のままですでに100点満点であると思えるわけです。面白いことに、欲しいものを50個書いてみてください、というと、ちゃんと50個書ける人がいます。別荘が欲しいとか、車が欲しいとか、結婚相手が欲しいとか、子供が欲しいとか。では、同じ数だけ、すでに手に入れているものを書いてみてくださいと言うと、同じ数だけ書けません。しかし、この 1% の人たちに、手に入れているものを書いてみてくださいと言うと、いくつでも書き出すことができます。そして、では、同じ数だけ足りないものをあげてみてくださいと言うと、同じ数だけ書けません。どうしてでしょうか？それは見ている世界が違うからです。両方の世界を均等に見ることができる人はいなくて、99% の世界の住人か、1% の世界の住人かに完全に分かれます。この二つは全く物の見方が違います。ですから足りないものを50個あげられる人は、同じ数だけ持っているものをあげることができない。足りないもの、手に入れたいものだけを見つめているからです。
成績が悪いからもっと成績を上げなくてはいけないという教育の結果、上昇志向とか自己啓発とか向上心というものに常に追い立てられて、安らぎを感じることなく疲れ果てて死ぬというタイプの人がほとんどでしょう。しかし、自分がどれほどたくさんのものを手に入れているか、必要なものはすべて地球や宇宙から与えられていること、どんなに自分が恵まれていて生かされているかということに気づいてしまった人は、どんな生活をしているのか。その 1% の人は、夢も希望もない暮らしをしているのです。この 1% の世界に来た人は、今の瞬間から幸せを感じることができます。しかし残りの 99% の世界の人は、何かを手に入れなければ幸せを感じてはいけないと思い込んでいます。この洗脳から解き放たれて、執着がなくなった人を解けた人と呼び、それが仏の語源となりました。執着から解き放たれていない人たちが 99% の世界の住人ということです。この 1% の話をした講演会で、ある70歳くらいの方とこのような会話をしました。ずっと腰痛で苦しんできたので、この腰痛がなくなったら私は幸せを感じることができるのですが、あなたは腰痛がなくなっても、ああ、これで私は幸せだとは言わないと思いますよ。どうしてですか？もし腰痛がなくなっても、次は孫が大学に受かってくれたら、と多分言うでしょうね。どうして私の頭の中がわかるんですか？この方は全くその通りのことを考えていたそうです。その孫の問題がクリアされたら、また次の問題が出てきて、これが実現したら私は幸せなんですけど、と必ず言うように思考回路ができています。今幸せになってはいけないという呪縛、洗脳から解き放たれない限り、どんなに手に入れてもまた次々と手に入れたいものが出てきます。これは 99% の洗脳教育です。1% の世界の住人を友人にしておくと、その友人関係は一生ものになります。なぜかというと、目の前に友人が存在することだけで、それ自体を嬉しい、ありがとうと思ってくれる人なのだから。そういう人同士の友情は一生涯ずっと続きます。一緒にいると居心地がいいのです。あなたはあなたのままでいいと言ってくれる人が一生続く友人です。ところが 99% の側の人は会うたびに、どれくらい出世したの？どれくらい売り上げを伸ばしたの？どれくらいシェアが広がったの？という話になる。夢が叶っていないのはあなたの頑張りが足りないんだから、もっと頑張らないといけないという話になるので、だんだんと遠ざかりたくなります。